久保さん,なんかこの億万長者合宿のやりとりの一番最初のきっかけがエホバの商人だったと思うんですけどなんかねまたなんかニュースで結構エホバの商人が取り上げられてるんですよねなんか虐待虐待というか無知,無知だった僕が見たのが無知で子供大エホバの商人の2世3世要は子供に対しての教育がそのなんか無知打ったりとかあと輸血問題輸血問題で過去に亡くなった子供もいるみたいで 輸血はダメだみたいな、うん、どうなんですかねうん。まあいろんな考え方がありますね。ただまあ、なんすかね時代は変わってるので僕は一つ思うのが聖書に書かれてることってじゃあ全部がその正しいえ、全部が微妙なのかっていうと正しいこともあるでしょう。ただし、なんか時代変わってるので、なんかその 2000なんかその新「聖書」もね「新聖書版」みたいなのも出てると思うんですけど多分2023年モデルってないと思うんですよね聖書2023年モデルとか多分ないんですよねだからもう本当に大大きなその何百年の歴史の中でちょっと変わったぐらいででも目まぐるしい時代の変化あのテクノロジーの変化いろんな変化がある わけじゃないですかそもそも昔なんかは病院の施設もなかっただろうしそ,そもそもその輸血ができるようなそういう施設もなかっただろうしねえんか時代が変わってるからやっぱ考え方をアップデートしないとん難しいのかなとは思いますよねうんなんでその何すかね頑張るっていうのも 今までのこ頑張るってどちらかというとその前向きに頑張るみたいな傾向があるんだけど逆にその捨てていくってことも大事なのかなっていう昔の価値観とか昔の考えを頑張るんじゃなくて捨てていくっていうことですね断捨離していく捨てていくっていう捨てないと新しいものって入んないですよだからここの例えばここにコップ一杯の水がありますこのコップ一杯の水に、えー、いっぱいになってるのにまた水を注いで溢れちゃうんですよね だからこのコップにまた水を入れようともしたしするんであるならばコップの水を出せば水入るんですよ。でも水が満杯だったらね水入んないんですよね。新しい水っていうのは入んないんですよ。なんで、あのー、捨てるっていうことも大事かなと思いますね。頑張るんじゃなくて。いってらっしゃい。